同じ高校の卒業生約100人が同じタイプの脳腫瘍を発症。ルージャージー州の地元当局が調査を開始、電離放射線、放射線被曝、で、脳腫瘍。アルルピアーノは、彼自身と妻、妹が珍しいタイプの脳腫瘍と診断され、その関連性に気がついた。それを調べるために、 ルピアノはニュージャージー州ウッドブリッジにある高校の同窓生のための Facebook のグループを作ったとピープルが報じている。現在、専門家たちは、この学校の卒業生100人近くが同様の脳腫瘍と診断された理由を解明しようとしている。ピープルによると、環境科学者が同じ高校の卒業生100人近くが、同じ珍しいタイプの脳腫瘍を発症した理由を解明しようとしている。アメリカ、 ニュージャージー州ウッドブリッジにあるコロニア高校に在籍したことのある生徒や職員のうち、少なくとも94人が珍しいタイプの脳腫瘍と診断された。これを懸念する声がウッドブリッジで高まったことから、環境エンジニアリング会社のティータス・ M アソーシアツが学校と脳腫瘍との関連性を調査することになったと WABC が報じている。ピークルによると、 コロニア高校の卒業生である環境科学者のアルルピアーノは、1990年代後半、27歳の時に脳腫瘍と診断されたという、2021年には同じく卒業生である妻と妹が同じ日に脳腫瘍と診断された、とルピアーノは CBS、ニューヨークに語っている、私も妻も妹も同じ腫瘍になるなんて、偶然にしては共通点が多すぎると、 最初から妹に話していた妹が2021年2月に亡くなり彼は高校との関連性を疑うようになったそこで同窓生で他にも脳腫瘍を発症した人がいるのかどうかを調べるために Facebook でグループを作成したところ100人近くが発症していることが明らかになった彼は現在地元当局と共に原因究明に取り組んでいる電離放射線こそが この脳腫瘍に関連する唯一の環境的な要素だということを懸念している。汚染された水でもなく、空気でもない、土壌に含まれる何かでもない、と彼は CBS に語っている、悪い習慣によって引き起こされるものでもないのだ。POPLE によると、地元当局は州の保健局、環境保護局、そして連邦有害物質、疾病登録局に連絡し、 次のステップを待っているところだという WABC によると環境調査は1ヶ月間続きその間も学校は開校したままになるという在校生は WABC の取材に対し心配だと話している調査結果が出るのを待っているみんなが祈り最善を願っているとコロニア高校の3年生は WABC に語っていた